やっぱりペルソナさんは名作だー。なんだ、泣いてんのか。リメイクが嬉しすぎてペルソナさん劇場版4作を一気見し終わったところよ。気合は入ってんなー。では今回はそんな霊夢と一緒に、ペルソナ3リロードの現時点で確認できる情報まとめと、ファンとして期待してる要素をコミュニティで募集してみたからそちらを紹介していこうと思う。17年ぶりのリメイクですものね、みんなの期待もひとしおですよ。後半はペルソナ3本編のネタバレを含む要素となりますのでご注意だぜ。未プレイの人は気をつけてね。それじゃあ今回も、ゆっくりしていってね。さて、先日ペルソナ3リロードの情報が公開されたわけだが、すでに話題性がすごいことになっているな。前回作った動画もたくさんの人に見てもらえて嬉しいわ。その後も各スタッフのインタビューや公式サイトが更新、特別な CM も放映されたので、そちらを踏まえながら現時点でわかるペルソナ3リロードの情報をまとめてみていこう。わかりやすくおなしゃす。とりあえず3行で、いや無茶ぶりやめろお前。その1、ペルソナ3リロードはペルソナ3の正統派リメイクになりそう。正統派リメイクってどういう意味？変に世界観やストーリー、キャラクターの部分を変えないという意味だな。ああなるほど、大幅に変えて変な感じになっちゃうと嫌だもんね。制作に関わっているのはペルソナ 5R を担当した和田さん。和田さんは過去のペルソナにバツやアバチュなんかにも携わった方だから安心していいんじゃないかな。ロイヤルに関わってた人がリロードを作ってるのか、じゃあ安心できそうかな？そうそう、ペルソナ5敵とはまさにそれで。和田さん曰く P5 のような感覚でプレイできる P3 を目指したリメイク、になっているそうだ。やっぱりそうなんだ。最近だとペルソナ5から入った人が多いでしょうからね。具体的にどんなところが遊びやすくなってるのかしら？その2、ダンジョンやシステム面。当時は特に気にならなかったが、虚無ダンジョンであるタルタロスはかなり遊びやすくしたとのこと。あータルタロスね、慣れちゃうと作業感出ちゃうわよね。ギミックが追加されたり飽きないような作りになってるのかしらね。そうだぜ、ペルソナ5のようなダンジョンではないが、壊せるギミックや背景の細かい違い、仲間たちの会話を追加し、飽きないよう工夫されているらしい。なるほど。でもあの淡々と進んでいく感じもなんともペルソナ3っぽくて好きなのよねー。ちょっと不気味さがあっていいっていうか。そこの雰囲気は残しつつ再構築してるらしいぜ。それは嬉しい。最初から死神が出てくるステージとかあったら怖くていいかも、ド M の発想で草。そしてペルソナさんといえば隊長システムがあったがあれは廃止になった。隊長なくなったんだ？ああでも確かに風になっちゃうと探索できなくなっちゃうしね。そうだ、スケジュールを組むことが困難になるため廃止になったらしい。絶好調の時はクリティカルバシバシ打てて気持ちいいんだけどねー。その3、ベストハムコアなし。え？ペルソナ3は追加要素の楽しめるペルソナ3フェス、ペルソナ3ポータブルの2作品が発売しているがそちらは含まないとのこと。ガーン。ということは後日談のアイビス編とハムコちゃんモードは含まないのね。そうなるな。アイビス編、後日談は賛否両論あるけど、完全にないのは寂しいわね。最近は再評価の流れも来てるしな、フェスの立ち位置は今後どうなるのか気になるぜ。DLC で販売になるのかそれともフェス自体ないことになるのか。ここは情報待ちだな。ただインタビューによると完全に含まないわけではなく何かしらの形でフェス要素に合わせてくる。とのことなのでこちらも期待だな。ほんでハムコちゃんルートもないのか残念。まあ女主人公って静止ではない究極のイフだと公式も言ってるから今回は含まれなかったんだろう。ただ海外では女主人公派も結構いて嘆く声も多く聞かれたぜ。女の子は女主人公の方が感情移入できたりするのかな。ハムコルートにすると男性メンバーとのコミュが築けたりするし、ユカリッチが最初から優しかったりするよな。あ、そうだ今回リメイクなんだから男性メンバーとのコミュはあるんでしょうね。男主人公でも JP や真田先輩と仲良くしたいわよ。な、何よ。霊夢、残念なお知らせだが、リロードに男性コミュ追加はないことが正式に発表されたぜ。そんな男主人公でも仲良くしたかったよ。これは結構残念がってる人多かったようだな。男性コミュがないせいで男主人公の場合は仕事仲間というイメージが若干ある。
ハムコちゃんだと男性キャラの掘り下げとか心情とかわかりやすいもんね。ああ、でもそっか。米枠がないもんな。友近の米である魔術師を消して純平を入れるというのもちょっと乱暴だしな。確かに最初のツンツンしてた JP との米が気づけるかと言われたら微妙だもんね。これは残念だ。だが霊夢よ、開発陣もそこはわかっているらしく。男性メンバーとの交流できる追加要素なんかは用意があるとインタビューで明かしていたぜ。お、マジですか？それは期待。引いていくのではなく、要素を足していくリメイクって感じか。あと声優さんは新規収録したとのこと。え、新規で、すごい。ペルソナさんの主要キャラたちの声優さんは現在も第一線で活躍してる方ばかりだから楽しみだな。めっちゃ楽しみ。え、ってことは石田劇場が一人4役ほどやる石田明さん楽しみだな。噂によるとペルソナ5も超える。シリーズ最大級のボイス量とのことだぜ。最大級のボイスだって？やばすぎやろ。こちらも続報を楽しみにしていよう。そしてなんとペルソナ3リロード発売を記念して特別な CM も放送されたぜ。え、見たい。ではみんなで見ていこうか。この記録が心ある人の目に触れることを願います。あ、これってこの実験は行われるべきじゃなかった。こんなことになってすまない。パパやん。全て僕の責任だ。街を歩く主人公やゆかりパパのセリフが印象的。これはプレイしてるとニヤニヤしちゃうやつ。覚醒シーンのニヤリと微笑む鬼太郎もいい感じだったな。でさりげなく PS4 と PS5 が対応機種に入ってたわね。 PS5 独占じゃなかったのはありがたい。私 PS4 が現役だから。そうだ、 PS ユーザーは安心したんじゃないかな。これで安心してリロードの発売まで寝て過ごせるってもんよ。寝るな。さてここからはコミュニティや Twitter などでペルソナ3リロードにファンが期待する要素をまとめてみたぜ。こうだったらいいなーって要素のことね。きっとみんなリメイク前の作品を遊んでるだろうから楽しみだわ。ペルソナ3のネタバレについての話が非常に多いので未プレイは注意してくれ。では行ってみよう。ゴロちゃんのペルソナを進化させてほしい。あとアラノキさんも。これすっごく思った。この二人ってペルソナ進化しないのよね。特にコロちゃんは仲間キャラでありながら唯一進化イベントがないという不遇っぷりだったからな。キマイラやフェンリルやアヌビスあたりに進化してほしいなんて声が聞かれたぜ。いいねえ。新垣さんは途中で離脱してしまうため仕方ないとはいえ、最後に進化イベントなんかあったら最高に上がるのではと思ったりしたぜ。それだとストレガに勝てそう。スイッチバージョンは欲しい。個人的に発表されるのではと思っていたが、任代でもペルソナ3リロードのスイッチ版の発表はなかったぜ。ガン、スイッチなら持ち運びで遊べるのに。移植版をスイッチで出してたのになんてこった。お金を貯めて PS4 か Steam で遊べる環境を整えるしかないな。季節イベントがもっと欲しい。バレンタインデーやホワイトデーとかはストーリー上難しいかもだが、ハロウィンや文化祭イベントは追加されてほしいぜ。楽しそう。で確かペルソナさんだと台風が来てるとかで文化祭なくなっちゃったのよね。これはぜひとも入れてほしい。文化祭片付けというイベントはあるけどな。ただ基本的にはストーリーは変えないとなってるのでどうなるかはわからないぜ。特定キャラのコミを開始しやすくしてほしい。あ、これわかるな。ユカリッチは魅力マックスじゃないとコミ開始できなかったり、
ミツルパイセンは学力マックス物語後半でないと開始できない。となかなかハードルが高い。私自力でミツル先輩のコミュマックスできたことないかも。特定の仲間を使いやすくしてほしい。これは思った。特にコロちゃんと JP とアマダくん。コロ丸は可愛いから入れておきたいって人が多いが、スキルが微妙すぎて戦力外になってしまうことが多いよな。素早さが高いだけで他がマハブフーラとか覚えてる時代にアギラを、マハムドしか覚えられなくて本当に使い勝手が悪かったぜ。可愛いのに。うぅ、仲間ともっと仲良くなりたい。これよねー、ペルソナさんはギスギス、仲が悪いって一部の人に言われちゃうのって、キタロウとキャラたちのイベントの少なさだと思うのよ。それを配慮してかポータブル版では新垣さんが料理を振る舞ったり、最終決戦前に公園でメンバーが仲良く遊んだりと絆を感じることができるイベントが増えているな。リロードではそれ以上に仲良しイベントが増えると予想されるので、こちらは期待大だぜ。ミックスレイドは残してほしい。夏井、ポータブル版ではアイテム扱いだったが、こちらも残してほしいというコメントが見られたぜ。ミックスレイドいいわよね。合体魔法、ジャックブラザーズの漫才が好きだったな。ピンチの時に起死回生の一手になったりするし、ぜひ残してほしい要素だな。特定のキャラの生存ルートが欲しい。そうね、生存ルート欲しいキャラ何人かいるわね。ああ、新垣さんや千鳥はポータブル版では生存していることから、今回のリロードでも生存ルートは採用されるのではないかと期待しているぜ。ワンチャン主人公くんも、ないかしら。キタロウ生存ルート実装についてもたくさんのコメントもらったぜ。やはり彼が幸せに仲間たちと過ごす未来を待ち望んでいるプレイヤーも多いようだ。だがペルソナさんのテーマ菓子であることと、本編の綺麗な終わり方を考えると、難しいのではないかというのが私の考えだぜ。やはりダンシングの世界に逃げるしかないのか。幼児の扱いはどうなる？幼児、物語で重要な立ち位置のキャラよね。正直ワンチャンパーティキャラにならないかなと思ったが、多分ないだろうな。100タナトス使うじゃないそれ。まあタナトス本人みたいなもんだからな。幼児ってキタロウくんバージョンだとあまり交流がなくて残念な感じよね。ああ、なぜ同じ声なのか、物語上非常に重要なキャラであるが、さらっとした描写であるな。劇場版ではそこの描写も追加されているので、ゲームにも反映してほしいところだ。強制恋人イベントやめてほしい。アーさんってそうだったっけ？女主人公だと選択肢が出るが、男主人公だとほぼ強制だな。コミュ級で女の子から告白されて有無を言わさず恋人関係になる。ここは選ぶ権利は欲しいところだな。強制ハーレムになっちゃう。第三進化ペルソナ欲しい。ペルソナ進化。そういえばペルソナさんって2段階進化までだったっけ？そうだ、ペルソナ4やペルソナ5では第3段階のペルソナ進化が用意されているが、ペルソナ3では2段階進化のままであるな。これはぜひとも実装してほしいな。最終決戦前とかでもいいから、みんなのさらに進化したペルソナ見たいよー。さて今回はペルソナ3リロードについての情報まとめと要望まとめを動画にしてみたぜ。想像が一気に膨らんできたわ、本当に楽しみ。開発スタッフも良いものができたと胸を張っているほどの出来とのことで、期待して待ってよー。開発スタッフがそこまで言うなら期待しちゃうじゃないの。今後も情報が出次第動画で追っていくからよろしくだぜ。このチャンネルでは新規子さんを問わずにいろんなアトラス作品について語っていければと思ってるぜ。よろしければ、チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。あとツイッターもやってるからフォローしてね。しなくてもいいけど、もう一本動画を見ていってねだぜ。バイなら。